神奈川新聞からカナロコニュースをお伝えしますサッカーの J1 湘南ベルマーレは4日今シーズン最終節でガンバ大阪と0対0で引き分けて16位をキープし来シーズンの J1 残留を決めました。 湘南はこの引き分けで勝ち点1を上積みし、前節まで勝ち点36で並んでいた17位の徳島を上回りました年末の交通事故防止へ、厚木署と神奈川県警第二交通機動隊は4日、厚木市の厚木中央公園で交通部隊の出発式を行いました。県立厚木商業業高校を卒業し、 東京五輪女子ソフトボールで金メダルを獲得した山田恵里選手が一日所長を務めました山田選手は私たち一人一人の交通マナーで事故のない世の中を作りましょうと集まった市民らに呼びかけていました新型コロナウイルス感染症をめぐり神奈川県内で4日新たに10代から70代の男女12人の感染が確認されました このうち9人の感染経路が不明となっています。